さあまだやってます YouTube、ね、今回クリムト展ですよ、はい、クリムト展、はい、前回のウィーンモダン展に続いて、はい、このクリムト展見ると2週連続で、はい、もう情報を見ると今もうクリムトだけで30点ぐらい来てますから、ね、すごいですよ今日本クリムトが、うん、すごい、クリムト見るのは日本に濃いですよ本当ですね、いや本当こんなにあんだもんね、でも前回でこうウィーンのね、うん、その18世紀からの流れを見た上での、はいはいはい、このクリムトですよ今回の、だからいや分かりやすかったね、うん、前回見た分、うんうん、今回やっぱりあの女の3世代、うん、あのローマ国立美術館からね、うん、あれ来たのは俺ちょっと驚いたね、よく出したなと思って、そうなんですか、あれなかなかやっぱあれが初めてなんでしたっけ、日本で、ね、初来日もう来日しないぐらいのやつですよね、ぐらいの勢いですよ ね、あとほらベートーベンフリーズもあのスペースでほぼ ね完全復元してて、音楽聴きながらちょっとね流れてましたし、もう大鼓聴くとあの映像がね、映画も全部を浮かべるね、あれね、ああいうことなのかみたいな、そう、なるほどと思った、ゴリラが退治される話だったのかみたいな、歯がないのがちょっとおかしいね、歯がないね、大阪のおっちゃんかみたいなね感じでしたけど、でもあれも良かったね、でしたね、はい、そんなクリムト展ウィーンと日本1900はですね、火曜日夜9時の放送でございます、はい、ぜひご覧ください、クリムトの絵とかけましてこの番組の収録と解きます、はい、その心は、うん、どちらも緊迫感がありますないじゃん、おぎいつもこれアドリブで言うんだったらすごいけど台本書いてあるやつだからね